はい、おっちゃんです。前回の続きですね。桜大戦ダンス第3回目となります。前回の続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。というわけで今日からちょっとね、表示方法っていうか一時的にアバター使ってたんですけど元の顔出しになります。よし、ロードします。はいよ。ドリームキャストがすごい音してるよ。大丈夫？さてさて、あの綺麗な人、あ、そうそう、前回ね、綺麗な人ね、あの中に劇場の中にいたということは定劇の人なのかな。でもここに来て1ヶ月で一度も会ったことがなかったし、もう一度会いたいな、会いたいな。さあみんな張り切って修理しようか。全然修理進んでないですね。お、桜さん元気ないですよ。うん、昨日ねやらかしたからね。うん、敵襲だ。修理は中断よ。指令室に集合して。おお。行きましょうみんな。さあ敵襲だ。ペロン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 。お、一人増えてるね。緑が増えたね。クロノスカイは芝公園って読むの。襲撃中だ。確かあそこには最近帝都タワーが建ったばかり。タワーが建ったばかり。お、やばいね、壊されちゃう。帝都タワーが壊されちゃうよ。帝都タワーは東京全域の電波の発信中継地点。あー、やばいね、これやばいとこですね、これね。やばいところですね。いらっしゃいませ。どうぞどうぞゆっくりしていってください。軍の暗号通信からお茶の間のラジオまで根こそぎパワー。大事なとこじゃん。芝公園までの距離考えると後部ではとても間に合いません。分かっている、心配するな。今回はなんとか丸、将棋丸、将棋丸、将棋丸にもついに出航の日が来たんやね。アイリスさんまたお留守番。ちっちゃいからね。うん、刺激せよ。結構似合ってるやろ。知らん。もちろんよく似合うよ。よっしゃ、張り切っていこうか。さあいよいよ戦闘ですね。
よっしゃ、行くで。なんか大阪弁、関西弁なのがもやっとするな。中国的な服を着てるのに。発信します。なんだ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 、すごいぞすごいぞ。おお、飛んだ飛んだ。こんなものが空を飛んだら、っていうかあんなに大きいのが開いたら、大体の地下の秘密基地の場所がバレちゃうんじゃないの？大丈夫なのそれは。ゲームします。ゲーム再開。ナウローディング。さてさて、2回目の戦闘ですね。うわ、またでかいのが。あ、違う色のやつがいるよ。お、なんだなんだ、すごいオーラが出てるやつが。なんかどうしたどうした、なんか不思議な呪文、なんか埋まってった。的の門は見えたり見えたり。そこまでや、そこまでや。おお、帝国歌劇団参上。帝国歌劇団参上。お、逃げてった。お、おのれ、出た、タワーは後回しだ。先にアトラを始末してくれる。敵を全滅しなさい。通しなくては程度タワーは守りきれないわ。あ、程度タワーが壊されても任務失敗。なるほどね。待ってください、ちょい。敵はすでに大掛かりな戦闘準備を整えています。すごい数だね。これは砲台。横に並んだ目標を狙うように。狙う。なるほどね。これは蒸気スタンド。耐久力を回復できる。なるほど、こう確保していく感じね。ということはこっちから行くとこいつらに攻撃しまくられるわけか。けど登るのはこっちしか行けないんだね。こっちにしか登れない。よいしょよいしょ。で、防御だね。今日舞台の修理に来ませんでしたね。どうせあの綺麗な女の人のことを考えていたんでしょう。うわ、図星です。実はそうなんだ、君のことを考えていたのか。バレた、嘘がバレた。よいしょよいしょ。ひどいねひどいね。いいじゃないか、綺麗な人のこと考えてたって。うちが応援してるで。よ、応援してるって。あ、攻撃が届かないね。これは防御か、これは防御か。
さくらさんもここで防御してもらいましょう。しかしなんでこのさくらさんはもうすでに彼女面なんだ。よいしょ。おっちゃんはこのすみれさんと仲良くなりたいのに。すみれさんと仲良くなりたいのに。お、遠距離攻撃。マジか。緑は遠距離攻撃か。これ予想外だな。こいつが近距離か。おお。おお。かなり受けるね。あれは10世紀頃宇宙の国で開発した火線中ものや。火線。火線。空飛ぶ爆弾。空飛ぶ爆弾があるの？この人の攻撃は、あ、広いんだね。広いんだね。じゃあ移動しながら、移動しながら、砲台を攻撃してもらおう。うわ、硬い。砲台硬いね。これも広いんだね。で、これも移動しながら、あ、ここに行けないのか。ということは、こいつを攻撃と。よし。で、こいつで移動して、こっちは砲台に回そうね。このめんどくさい砲台を先に、なんとか破壊してしまって、OK。 で、すみれさんはこの後ろで、攻撃をしてもらうと。うん。ちょっと火力低かったね。おっと、こっち狙ってくるか。痛い。おお、マジか。一応どう戦えばええんやろうか。よし、敵が固まっているところにはうちの攻撃が役に立つぜ。よいしょ。よいしょ。いけい。ドン。
ナイスです。で、これはよいしょ、ここだね。で、砲台を、よし。で、これはこっちの方片付けたいね。よし。で、お前だ。おりゃ。これがちょっと囲まれちゃってるね。これ高さは大丈夫なのかな？違う高さから攻撃できる？ああ、できないのか。じゃあここは回復しとこうか。いやー回復、うーん、まだいいか。いやー回復しとこう。ナイスです。よし、その調子だ。で、こいつの足止めをしたいね。ここら辺の足止めをしたいね。敵はあなたが倒すしかないのかい？よいしょ。攻撃で遠くのやつから。ああ、いいねいいね。よし。で、こいつは。こいつをなんとか。よし、倒せた。で、こいつを、倒していくよ。ああ、倒しきれなかったね。倒しきれなかったね。でも、スミレさんがいるから。ハゲノブシさん、マルシャン。あ、どうもどうも、ハゲノブシさん、どうもどうも。いらっしゃいませ。どうもどうも、ありがとうございます。桜大戦、ドリームキャスト引っ張り出してやってましたよ。ドリームキャストがいつまで持つかわからないけど。痛い痛い痛いよ。うう、やばいよ。科学を舐めたらあかんで。科学を舐めたらあかんで。攻撃。こいつがちょっと邪魔だね。でも先のこいつに攻撃しておきたいね。おりゃー、いけい。どうもどうも。よろしければゆっくりしていってください。よいしょ。あ、間違った。終わりにしちゃった。間違った。今、操作ミス。
操作ミス。ケーキ。な、応援してるって。攻撃でこいつを。おりゃ。よし。移動。ここ登れないのかな？私が頑張んなきゃ。移動。ハゲの武士さん、ナイス。ありがとうございます。よいしょ。防御、防御だね。で、移動。ここをちゃんと登っていかなきゃいけない感じか。防御だね。うわー、回復しよかった。痛いよ。よいしょ。こいつを前に出しての こいつに攻撃。おお、火力高いね。火力高いね。ここが登れないんだね。こっちに行かなきゃないんだね。なかなか登れない。よいしょ。よいしょ。移動。こっから一気に登っていく感じか。もう一気に行っちゃおうか。後ろ突っかえちゃうからね、ここはね。一気に行って、で、防御しとこう。よし。行け。回復しまくりだな。お、敵が来たよ。おう。おう。行くでー。よし、こいつをここら辺に持ってきて、あー、こいつ行きたいけど、え、これなかったことにできないの？行動は。あ、行動キャンセルできないんだ。なるほどね。あ、味方には当たらないんだね。大丈夫なんだね。おお、強いね。なるほど、飛び道具は高さ関係なしなんだね。あ、こいつは関係あるんだ。よいしょ。私が頑張らなきゃ。そう、そう、さくらさんが頑張らないと。よいしょ。おりゃ。いいぞ。そしてすみれさん、よいしょ。いけー。
とあいつだね。ほんなら行くで。ああ、ギリギリ届かない。よいしょ。ほい。敵は私が倒すしかない。お、倒すしかない。よいしょ。よいしょ。行け。敵はすべて片付けたな。いいえ、あれを見てください。お、何ですか？何ですか？何ですの？この異常な容器は化け物？化け物？化け物？なるほど、こやつらがサタンを。お、貴様何者だ？我は天界。天界。おお、何？我が野望を阻む愚か者どもめ、図が高いわ。うわ、すいません。はは、この裏に我が相手は務まらぬ。おお、かあ、おー、なに、今までの敵よりも強力です。防御を中心の陣形でいきましょう。科学をなめたらあかんで。科学をなめたらあかんで。こいつはちょっと体力減ってるね。科学をなめたらあかんで。ここを守りつつ、お、いいねいいね。ここで防御しとこう。こいつは飛び道具だから後ろに下げといて、こいつも減ってるね。防御で、こいつもこっち側に来て、あ、かなり減ってるね。これは回復しとこう。あ、間違えた。防御しちゃった。桜も減ってるね。ここは回復を1個使っておこうか。よしと。上がって下がって。密集して。防御。おお、貯める。これ貯める前にやっつけた方がいいと思う。貯める前にやっつけた方がいいと思うよ。届かない。ギリギリ届かない。ギリギリ届かない。敵は私が倒すしかない。移動。よいしょ。一発。いけ。いけい。おお、勝った。頑張ってや、大神はん。勝った。硬いね。これちょっと前守ってあげないと。ここで防御して、で、こいつ回復したから、もうこれでもう、よいしょ。間違えた、間違えた、間違えた。間違えたって。間違えたって。
間違えた。あ、でも大丈夫だ。おお、めっちゃ硬い。あ、間違えた。防御しちゃった。防御してここを固めよう。うそん。なるほど、長期スタンド必殺。あ、必殺が短い。通常攻撃でこいつを。うわ、全然ダメージ与えられないね。こっち側にちょっとおびき出していこうか。敵は私が倒すしかない。うわ、全然減らない。一冊も届かないね。スタークラさんがやばいから、ここでちょっとおとりになってもらおうか。あ、でもこの、これも減ってんだな、ずいぶん。よいしょ。これちょっと一気に戻って。防御で、こいつは遠距離攻撃だから、いけ。マジか。おー、きついきつい。なんて強力な敵の本体を感じた。これから着弾点にいる人は、ね、下が本体。電気本体を集中攻撃せよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ここでこの展開、ここで、ここでこの展開。これどんどん降りていかなきゃいけないんだよね。よいしょ。オーケー。で、もうこれはもう下にもうどんどん行こう。もうあれだ、もう回復しちゃえばいいからね。回復しちゃえばいいから。で、さくらさん回復。防御。上がってきた。移動。ああ、これピンチだね、これね。ミレさんピンチだね。回復使おうか。あ、やばいやばい、溜めてる、めっちゃ溜めてる、めっちゃ溜めてるよ。これは、
通常で。あー、これ結構ダメージ入るか。本体はダメージ入るんだね。よし、行くぜ。あ、試せればよかった。試すればよかったね。防御だね。私が頑張んなきゃ。でもこいつがここに乗られたらどうなるんだろう。まあいいか。よし、桜くん出撃だ。防御、あ、ダメだ。どうした、どっかに向かってるようだが。あー、タワーかー。クソをさせるかリセフムブレさん、おはようございます。あ、どうもどうも、大さん、おはようございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よいしょ、防御、ため。こいつおとりにさせた方がいいか。あ、やばい、次でたまるね。科学をなめたらあかんで。科学をなめたらあかんで。必殺当たらない。必殺が当たらない。通常いくで。間に合うのかこれ。私が倒すしかない。間に合うのかい？間に合うのかい？そこ！間に合うのかい？うちが応援してるで。移動。よいしょ。どうですか、あのツイッチ。ツイッチ。スイッチはどんな感じですか？ YouTube と比べて。おお。私が頑張んなきゃ。よいしょ。おお、なんだ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 。リセフムブレさん、なんですかね。キャスに近い感じがしますけどね。お、キャスに近い。コメントの反映速度とかはまずいで。テートタワーで自爆する気や。それまでに倒さんと。ここで、ここでスミレさんの登場ですよ。ダメ。やめてー。たまった。よし。ええ感じやで。敵は私が倒すしかない。よしと、ああ斜めに行っちゃったか。ああ攻撃できない。攻撃できない。ため。
行くぜ。これで終わりだ。おりゃ。ディゼフムブレさん、キャストトイトチハスマホで見てるので、マルオさんの可愛い顔が小さくてよく見えんのです。おっちゃんの、おっちゃんの顔が。やったぞ。ね、今日からちょっとね、顔、ワイプが邪魔だから半透明にしてね。あ、いらっしゃいませ。どうもどうも。もしよろしければゆっくりしていてください。スミレさんあまり役に立たなかったな。まあね、いろんな表示の仕方を試した結果ね、昨日アドバイスもらったあの半透明にして顔のワイプつけたらどうだみたいな話になってね、試しにちょっとやってみたんですよ。そうするとゲーム画面も見えつつみたいな、おっちゃんも映りつつみたいなね。勝利のポーズはやらなきゃいけないんだね、毎回ね。うん。セーブする。ディゼフムブレさん、最大にして画面の真ん中に配置しましょう。最大にして。それはそれでどうかな。なんかどうかな。あ、今セーブしたっけ。よいしょ。さ、隊の状況は？さくらさんご機嫌斜めですね。すみれさんもご機嫌斜め。みんなご機嫌な、なんでこの二人ご機嫌斜め。本当にもう。ね。すみれさんの機嫌を取りたいね。あ、いたいた、綺麗な人、いきなり指を舐めてきた人。こちらが帝国歌劇団副司令花屋敷支部長班です。お、副司令さん、ディゼフムブレさん、言い方言い方ね、副司令なんだ。藤枝あやめです。あやめさん、大神くん、お、ありがとうございます。隊長には瞬間の判断力が必要よ。はい、あなたには期待しています。しっかりね、大神くん。ありがとうございます。頑張りましょう皆さん。ああ、寝てる寝てる。だからなんでそう彼女ずらしてんの、もうあなたは。帝国歌劇団め、逆らうのか。うん、逆らっちゃうよ。反抗期だからね。お前は及びじゃねえんだよ。そうそうそうね。邪魔もうスミレさんがタイプだからね。四天王。四天王。ディゼフムブレさん、あ、はい、笑ね、スミレさんいいですよね、美人で気が強くて、けど多分ね、あれですよ、二人きりになると甘えるタイプですよ多分。さよなら私の青春、さよなら私の恋、私の時間はあの戦争で止まっている。次回桜大戦、俺は隊長失格。え、隊長失格なの？ロマンの嵐。隊長失格なの？ロケットだけが知っている。ディゼフムブレさん、スミレさんは金持ってますからね、狙い目ですよ。お、お金持ち、これ狙い目いいですね、これね。逆玉ですね、これね。俺は隊長失格。え、これタイトルでネタバレとかそういうあれじゃない？
ねえ。リセフムブレさん、大丈夫です。城の内シストかないです。よかったよかった。またしても歌劇団名に邪魔されるとは。お、妙案。歌劇団を葬りされる妙案。お、歌劇団の強さは隊長である一郎選手とマリアの逃走努力にある。つまりこの二人さえいなくなれば。しかしそのようなこと簡単にはできぬと。お、マリアさんの情報？よし。別ないよ。この度はお前に任せよう。見事歌劇団を打破してみせい。お任せあれ。人には誰しも触れられたくない忌まわしき過去がある。過去ありますね。触れられたくない過去ね。うん。おっちゃん特にないかな。過去のことで触れられたくないことも。キャスでいろいろ黒歴史暴露しちゃってるからね。特にね。お、シンデレラ公演してたんだ。へえ。リセフムブレさん、マリアさんの情報。声優さんが魔法陣ぐるぐるのギップルと同じってことか。そう、マジですか？マジですか？あのギップルってあのテルテル坊主みたいなやつだっけ？マジで？魔法陣ぐるぐる懐かしい。きたきた親父とかね。リセフムブレさん、そうです。テントの代わりになるやつです。ね、中から見上げるとふんどしが見えるやつね。どこかに行くか。あ、自由行動ができるのかな。ミリシャに会いに来て。さん、あれ、マリアさんですよ。すごいギャップ。聞こえてないのかな。おい、マリア、マリア。どうしたんだいマリア、ぼーっとするなんて。マリアらしくないぞ。他のことをお伺いしますが。何ですか？少尉は昔の夢をよくご覧に。昔のことは忘れました。あまり見ないな。昔のことは忘れましたよ。何でもないんです。あ、選択肢ミスった？でもマリアはいいよ。お疲れ様、大神さん。あ、こいつ仕事を押し付けた人だね。おっちゃんに仕事を押し付けた人だね、これ。リセフムブレさん、マリアさんとスミレの温度差よ。なんだか話も馬の空って感じでマリアらしくなかったよ。ね、でもマリアさんね、ほら、ロシアの方だから今ちょっとデリケートだからね、あまり触れない方がいいかなみたいな。マリアさんね、いろいろと今デリケートだから、うん。今日の舞台でマリアさんがセリフを間違えたんですって。あのマリアさんがそんなミスをするなんて信じられませんよね。やっぱね、ウクライナといろいろあるからね。誰も失敗はあるよ。リセフムブレさん、これは大正時代だから。笑。ね、気にしなくてもいいね。マリアさん、この頃いつも元気ないんです。こんな時、カンナさんがいてくれたら、カンナさん？誰？カンナさん。
霧島カンナさん。あ、もしもしお姉さん。ミシェルムブレさん、カンナさんはクリリンですよ。わら。クリリン。クリリンのことかー。ボン。ってなったやつね。すぐにご案内します。接客に行っちゃったね。マリアに会ってもう少し話を聞いてみようか。マリアに会ってもう少し話を聞くの？おっちゃんはスミレさんに会いに行きたいよ。リセフムブレさん、ボンシタのハクリリン本人ですね。わら。ね。あ、何かすごい勢いで飯を食っている人がいるぞ。ここには誰もいないようだな。別の部屋に行ってみるか。スミレさん、スミレさん、スミレさん、部屋にいるかな？いない。いない。いない。スミレさんいないんじゃないの？スミレさんどこにいるの？リセフムブレさん、しつけ。いや、イルス使ってる可能性もあるからね。あ、まだ舞台裏に、舞台袖にいるのかな？お前じゃない。お前じゃない。中国っぽい服着てるのに大阪弁のお前じゃない。どうしたんだい？ああ、いるじゃん。このセットが倒れそうなんです。支えてくださいません？めっちゃ支える、めっちゃ支える。リセフムブレさん、コーランもいい子ですよ。いい子、いい子。なんか元気ないよ、どうしたの？これもう子供はもうすぐそういうのをもうはっきり言うからもう。ねえ、ほっとしといてあげなさい。セットが。うお、すごい、すごいパワーだ。早くなんとかしてくれ。せっかく直したセットが壊れるよ。すぐにロープで引っ張りますから。ははは、何のこれしき。すみれさん、こういう対応は好きじゃないの？ちょっとお前、お前じゃない、お前じゃない。よせ、くすぐったい。アイリスオーヤマ、伏せろ。あれ？お、生きてる。うお、お、これさっき食堂にいた人じゃない？だらしがないね、この程度のことで。リセフムブレさん、なんで大山にしてまったん？いや、アイリスって言ったら、アイリス大山しか浮かばなかったから。ね。すごい、片手でセットを支えてる。ね、うちあの、アイリス大山のあの、蒸気で掃除するやつありますよ。蒸気で油も溶かして取るっていうやつ。何を騒いでるかと思えば。の。誰やあんた。誰やあんた。カンナ、お土産は？すまねえなアイリス。荷物が全部流されちまってさ。ちょっと待って、ちょっと待って、思いっきりクリリンじゃん。ちょっと待って、もうクリリンしか浮かばないよ。リセフムブレさん、スチームクリーナーですね。そう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 。スチームタンクで良いですね。スチームクリーナー、アイリス大山の。ていうか、ちょっと完全にもうクリリンしか浮かばなくなっちゃった。声聞いたら。
ディセフムブレさん、クリリンワルフィ、カンナ、この人が沖縄からの帰りの船が沈没してね、泳いできたんだよ。さすがクリリンね、伊達に亀仙人の修行をやり遂げてないよね。相変わらずだね。どうやら新入りが火の風の3人か。で、さっきからギャーギャーわめいてたのがあんたかい。名前は？名前は一郎です。前は海軍の少尉だったけど、今はこの兵役の隊長か。さあ、カンナを口説きましょう。クリリンのデレ声を聞きましょう。やだ。これがデレ声出すの？マジですか？カンナ、新人のサクラとコーランよ。え、なんかクリリンと誰かの薄い本みたいな感じになるんですか？リコーラン、リコーランじゃなくて。えらい男に見えるけど。ありがとうよ。でもあたいはおんなだぜ。旦那、よく帰ってきてくれた。よく帰ってきてくれた。海田社員、この人は。霧島カンナ。お。琉球からで。霧島流継承者、これで花組全員集合だ。全員集合だ。あ、これで全メンバー揃ったんだね。よし、ハイニー、久しぶり。でも完全にクリリンじゃん。というわけで、なんとか自然仕割りはできるようになったんだけどね。どういうこと？さすがに船が沈み始めた時は肝を冷やしたよ。まあ誰もあなたのことは心配していませんでしたから。ひどいこと言うね。あ、やっぱりね、こういう時ちゃんと一番心配するんだよね、スミレさんね。ディセフムブレさん、クリリンを口説きましょう。18号から寝取りましょう。絶対殺されるねえ。とかとか、やっぱスミレさん優しいんだね、やっぱね。表向きはツンツンしてるけどね。表向きツンツンしてるタイプはね、実はもうすごい心の中はね、ピュアだったりするからね。うん。沖縄が好きなんだね。あ、マリアさん、お部屋に帰っちゃったの？そこの少尉さん、ちょっと付き合ってくれよ。どこへ付き合うんだ？ディセフムブレさん、ピュア。あ、あ、うん、笑。あんた、海軍歯科学校で首席だったらしいじゃねえか。海軍仕込みの格闘術見せてもらおうか。ちょっとやめてよ。殺されるよ。手始めに組手からやってみ、組手。え、これでまさかバッドエンドとかないよね、殺されて。隊が隊長に技を仕掛けて、隊長はそれを受けるのさ。空手はよく知らないし、俺が受け切れるわけないよ。大丈夫だよ、こっちの技の順番はちゃんと教えておくから。じゃあ技を言うからちゃんと覚えてくれよ。まず下段蹴り、次に腹に聖剣突き。ディセフムブレさん、自然石と頭どっちが硬いのかな。頭突きで壊したのね。下中上だね。ゲイ中将。行くぜ隊長、受けてみな。
来るぞ。最初は下段切りだ。ハロー坊や。それなら最後の引き受けてみな。序談回し蹴り見切った。すべて受け止めたぞ。お、すべて受け止めた。やったね。最後上段が2つあったから焦ったけど、でもほらちょっとなんか好感度がちょっと上がったっぽい。クリリンの隊長、稽古をやって腹が減ってないか。もしよかったらカンナ様特製スペシャル先祖を食わせてやるよ。上段回しゲロを受け止めた。上段回しゲロね、回しながら飛んでくるからね、汚いよ。どうだい隊長、飯に付き合わねえか。いただきます。お、厨房行こうぜ。お、料理してくれんの。ちょっとこのギャップ、クリリンの料理。遅いな。リゼフムブレさん、カンナさんは細かいことを考えず豪快に答えると喜びます。クリリンですが、カンナまだかい。わりわり、もうちょっと待ってくれよ。もう少し待つか。リゼフムブレさん、待ってあげて、笑い。これ洗濯しなきゃいいのか。待ってあげよう。お待たせ、配慮できたぜ。なんだいこれ。え、何作ってきたの。ご飯の上に何か赤黒いものがの、赤黒いもの。黒豚とニガウリを唐辛子と黒胡椒で炒めたものだよ。これが麦飯とよく合うんだ。唐辛子で真っ赤だぞ。食べれるものなの？ダークマターとかじゃなくて、あの銀玉でよく出てくる。こりゃ辛い。リセフムブレさん、ゴーヤと豚肉の唐辛子炒めですね。おお、ゴーヤと、あ、そう聞くとめちゃくちゃ美味しそう。そう聞くとめちゃくちゃ美味しそう。最初の一口を我慢するとうまい。美味しいじゃないか。これうまいよ、カンナ。お、子供の頃からカルテばっかだったち。いやーすごいよ、すごいよ。俺はまだ君のことをほとんど知らないんだ。うん。よかったら教えてくれないか。カンナかわいい。クリリンだけど。クリリンだけど。クリリンだけど。ギャップがいいですね、これね。男勝りに見えて。ここに来たきっかけは？どっから話そうかな。お、この年までずっと空手一筋だったろ？いや、知らないよ。空手しかない。いや、空手以外のことなんてできっこない。ずっとそう思ってた。舞台に立つなんて考えたことも、あ、そっか、舞台に立つんだ。男役かな？うん。空手以外のことで人に喜んでもらえて嬉しかったんだね。うん。初めて舞台に立った時のことは一生忘れないよ。男役だったけど、やっぱ男役か。
ダイナマイで幕が上がるだろう。カンナ可愛いルフィだけどねえ、じゃあスポットライトの光なのさ。だけどそれがタイにはなぜかお袋のように懐かしかったんだ。え、お母さん早く死んじゃったの？顔も覚えてないぐらい早く死んじゃったの？かわいそう。クリリンかわいそう。舞台はそんなとこかね。久々の定劇はどうだい？前と変わったかい？新人が3人も。うん、まあ隊員も増えて賑やかになったことだし、これから毎日同じ釜の飯を食うんだ。よろしく頼むで隊長。毎日ゴーヤーのと豚肉の唐辛子炒めは食べれるんだね。あ、なんか照れる。好感度爆上がりだよ。さっきから空手について教えてくれよ。難しい質問だね。うまく言えないけど。リセフムブレさん、毎日肺を壊すんよ。肺を壊す。ね。生涯畑を耕すやつ、寮に命をかけるやつ、金持ちになりたいやつ、その中であたいみたいに強くなりたいと考えるやつがいてもいいんじゃないかって。なるほどね。これアタッカーだね。なるほどね。答えが出るときが修行をやめるとき。リセフムブレさん、ガチガチの近接アタッカーです。おお。でも防御も高そうだから。ね、タンクとか、注意を引いてね、集めて、後方からエセ関西弁のやつにドバーンってやらせるとかできそうですね。これね、隊長一つ言い忘れてた。なんだい？さくらとゴーラン、あの二人素直でとてもいい子たちだ。あたいはすごく気に入ったよ。そして隊長、あんたのことも気に入った。あ、ちょっと頬あからめてんだけど。頬あからめてるよ。クリリンが頬あからめてるよ。あたいが気に入ったやつなんて男でも女でもめったにないぜ。じゃあこれからもよろしくな。おやすみ隊長。カンナの気に入った男か。悪くないな。うん。リセフムブレさん、カンナ可愛い。パズーだけど。パズー。チーター。確かこの辺りで。マリア、どうしたんだい？どうしたんだい？プーチンに追われてんのかい？リセフムブレさん、親方、空から女の子が。親方、空から女の子が。吉割にでも売っちまいな。わかったよ、わかった。うん、何か蹴飛ばしたようだが。リセフムブレさん、その名前裸足じゃバンされちゃう。なんだこれは。ショイ、それは。ショイ、そのロケット、どこで拾いました？今ここで拾ったんだけど。そうでしたか。すみません。探していたんです。あ、これ探してたのね。探し物見つかってよかったね。綺麗なロケットだね。え？この選択肢も違うの？リセフムブレさん、思い切り蹴飛ばした後だけどな。確かに。あのロケットの綺麗じゃないって言うと、やっぱ中にはプーチンの写真が入ってるけ？ね。
やばいね。マリア、今夜君が見るのはどんな夢だろうか。リセフムブレさん、やめろ。ジンの名前はだすんじゃない。笑。やばかった。やばいね。言わないようにしないと。言わないようにしないとね。ついポロッと出ちゃったね、またね。もう今デリケートゾーンだからね。うわ、ロシア来たよ、ロシア。リセフムブレさん、せめてプーさんにしましょう。プーさんね、プーさんね、可愛くなった。もう隊長、え、ちょっと待って、裸で寝てるの、裸で寝てるの。さすがロシア人、裸で寝てるの。よくモザイクとか入れなくて大丈夫。リセフムブレさん、おは、セクシー、セクシー、大丈夫。リセフムブレさん、ロシア関係ねえ、敵、嫌なことは重なるものね。全員揃ったか。いえ、マリアさんがまだですわ。マリアさんは今裸だからね。マリアが遅れるとは珍しいこともあるもんだな。遅れて申し訳ありません。マリア、顔色が良くないようだけど、私なら大丈夫です。お気遣いは無用ですから。それより長官、クロノスカイの情報。あ、カンナの方良かったな。カンナに声かけた方が良かったな。クロノスカイの魔装機系が築地に現れたという市民からの通報があった。河口付近の住民への被害はなさそうだけど、混乱が起きないうちに鎮静化する必要がある。敵もなんでもっと市街地に来ないのかな。それで混乱させた方が。リセフムブレさん、築地市場のマグロが買い占められちゃう。わあ、やばい。やばい、それはやばい。やばいよ。よし、みんな。敵が集結した帝国限りの力を見せつけてやろう。マグロ買い占められたら赤マンボウに頼りしかなくなっちゃうからね。さあ、出撃だ。ねえ。あ、またこっから出るのね。赤マンボウも美味しいじゃないか。ね、そうそうそう、赤マンボウね、マグロと変わんないらしいですからね。おお。だからこんなでかいの出したら地下の基地の場所バレちゃうって。はい、上書き。隊員の状況は？リセフムブレさん、回転寿司のマグロ派赤マンボウ、夫誰か来たようだ。うお、いかんいかんいかん。それは触れちゃいけない。あ、さくら機嫌普通になってる。すみれさん、ずっとご機嫌ならめ。なんで？なんで大本命のスミレさん、ずっとご機嫌斜め。もう。スミレさんに踏まれたい。あ、なんでもない。ナウローディン。
リセフムブレさん、まあ選択肢でブルルン言ってましたからね。ねえ、スミレさんの選択肢難しいね。おお、人が逃げまとってるよ。あそこに回復があるね。リセフムブレさん、いきなりぶっこまないでください。オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ。またなんか埋め込んでる。これなんだろう、これ。ふふふ、そこまでだ、クロノスカイ。帝国歌劇団参上。参上。現れおったよ。忠実な犬です。だが遅かったようだな。遅かったの？遅刻？六波星コーマ人第二の封印はこの青き刹那がすでに解き放ったわ。何のこと？第二の封印。おお、やつら浮かして帰すな。お、あの機体はクロノスカイ幹部刹那のものよ。ボスなんだね。奴を倒せばこの騒ぎは収まるわ。すぐに向かって。了解。よっしゃ。あたいの恩人だ。違う、初刺激だ。気合入れていくぜ。こいつ攻撃の範囲は、必殺の範囲は、一マスだね。完全に。でもなんかタンクで使えそうだから。タンクで使えそうだから、ここら辺に配置して。リセフムブレさん、ガチ近接です。わらガチ近接。ここら辺で防御しててもらって、でさくらさんをここら辺に配置して、防御しててもらって、あー届かない。届く予定だったのに。届く予定だったのに。うん。よいしょ。これはこっち側に、ちょっと。で、よいしょ。こいつは後方から。よいしょ。で、スミレさんをここに置いておくと。よし、予定通り。あ、結構受けるじゃん。タンクにしようかと思ったら、これダメだね。そんなに硬くなかった。あたいはどう戦えばいいんだい？前線で切り込め。お、さすが隊長だね。仲間のことはちゃんと分かってるじゃないか。お、琉球空手で敵を叩きのみしてやるぜ。じゃあやってもらおうじゃないか。チェスト。お、かっこいい。回しゲッタ。おお、強で、ここから移動で。リセフムブレさん、さすがクリリン、わら。ね、亀川流は伊達じゃない。で、ここら辺で壁を作っとこうか。私が頑張ったきゃ。さくらさんはここら辺にいて。こいつ後方支援だから急いで
こっち側に向かって、よいしょ。で、隊長はここで壁になる。で、マリアも後方から鉄砲だから、で、これは2マス攻撃だから、この間だね。ぜひ、まずれさん、すいません。今日は早めに休みますね。おー、はいはい。頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。よいしょ、防御。おお、やるじゃねえか。やるじゃねえか。やるじゃねえか。おお。うそん。気合を入れるぜ。ちょっと回復した方がいいかな。いやー、もったいないな、これで回復するのは。ちょっと一旦必殺を、いや、通常でいいね。通常でいって、もう一撃だ。よっしゃ。で、移動でちょっと逃げとこうか。移動で逃げて、で、桜で、攻撃しとくと。あー、こいつここだね。こいつからの、あー、届かないか、届かないか。隊長の力を見せてやれ。攻撃。いいよ。移動。お前は逃がさん。敵は私が倒すしかない。で、移動して後方から。こい、お、よいしょ、こいつを確実に落としていくと。やりましたか。だい。半分まで減ってるからね、回復しとこうか。移動で、あ、こっち側に来るとあれか、遠距離攻撃来るね。っていうことは、こいつはこう攻撃しとこうか。いや、で、桜で
回復させておこうか。枕で回復。よし。あれ？これはどうやってこっちからこう回っていく感じ？ああ結構遠回りするんだね。防御。敵は私が倒すしかない。移動。あんまり動けない。移動。つむねさん移動。いや。やばいね。おっと届かない。届かないぞ。回復を体調に入れて、体調に入れて、でこいつは後ろから。おりゃー。うん。頭上攻撃。おりゃー。よいしょ。ん？わ、動き出した。あれ？このオブジェクト消えたな。もしかして壊せる？このオブジェクト壊せる感じ？あ、壊せんだね。なんだなんだ、オブジェクト壊せるのか。二手に分かれたくはないね。ただここで詰まっちゃいそうな予感もするから悩みどころだねこれね。遠距離が微妙にちょっとあれだな。うん、固まっていった方がいいね。でこいっそれで、ここを破壊して、うん、ここはもうここに出つつの。よいしょ。ドラム缶破壊。
ラム艦のここから攻撃できるんだ。OK。よし、いいぞいいぞ。こいつはいただきだ。やりましたわ。うん。おお、やめて。スミレさんをやめて。おお、スミレさんが気合を入れるぜ。チェスト気合を入れるぜ。スミレさんになんてことするんだお前は。この遠距離のやつを先に。チェスト、よいしょ。さくらさん、さっきから役立たずよ。よいしょ。よいしょ。攻撃でドラム缶。行くで。移動で。で、隊長も移動で。よし、OK。マリアはこっから射撃。で、スミレさんで。OK。ああ、いや、落ちきれなかった。回復どこだっけ。ここか、ここか。よし、じゃあこれは通常攻撃でこいつを落としといて、よっしゃ、移動で回復、まず向かってもらって、こいつで相手のボスは大ダメージ望めそうだからね。で、さくらさんはこいつ処理、こいつの処理に行ってもらって、頑張らせてもらうで。よいしょ。隊長の力を見せてやれ。隊長の力を見せてやるよ。よいしょ。あと敵はそこか。ここでしっかり回復していかないとね。スミレさんを回復してあげよう。よしと。よし、スミレさん全開だね。
でカンナもここで回復したいから、私が頑張んなきゃ。よしと、防御で後方支援です。もうちょっと前に出しても大丈夫かな。もうちょっと前に出しても大丈夫ですね、これね。防御。体調も回復したいね。体調も回復したいから。うん、マリア出して。よしと、よいしょ、よいしょ、 OK。 よし、行け、さくら。ちょっと待って待って、体調回復してない。体調回復してないよ。それで追い詰めたつもりか。おお、誰か来た。逃げ遅れた男の子が。やめて、大神藩。どうする？子供助ける。もらった。ぐわー。戦場で他に気を取られるとは、なんと愚かな。え、今ダメだったの？ダメだったの？男の子を犠牲にしなきゃいけなかったの？そんな感じ？ここは気がついたか。誰だ？ついにお前は我らの手に落ちたのだ、大神一郎。これで帝劇も終わりだな。どういうこと？どういうこと？なんだと？手足が動かない。大神くん、私の優秀な助手を紹介しよう。やっほー、大神はん。お前ええざまや。なんだこいつ、裏切ったのか、裏切り者だったのか。どうだね、大神くん。かつての部下によって改造される気持ちは。ちょっと待って、改造されちゃうの？待て待て待って、どういうこと、どういうこと。何をするつもりだ。君は我らの手によって改造され、クロノス界の新たな手先となるのだ。なんだと。さあコーラン、お前の腕を振るって、新たなる同志、新大神一郎を誕生させるのだ。新大神一郎、新加勢大衆みたいなもんか。よっしゃ、任しとき。やめろ、やめるんだコラン。いや嬉しいわ。うち一遍人体改造やってみたかったんや。やめろ、やめてくれコラン。大丈夫や、動物実験や
ことないや。そういう問題じゃなくて。さ、痛いことないからジタバタせんとうちに任しとき。怖い怖い怖い、やめろやめてくれ。これが後の仮面ライダー。どうだい？う、よかった、気がついたみたい。夢だったの？それとも改造されて運ばれてきたの？夢だったのか？そうだ、あの子はどうなったんだ？無事助け出されたようです。あ、よかったよかった、無事だったんだね。お、体重のこと見直したって。おー、すごいね、みんなの好感度が上がるね。お、アイリスオーヤマも大好き。お前本当に味方なのか？体を随分と強く打ったようですが、大海さん、あんた秘密のポットの中で3日も寝とったんやで。少し頭が痛む。あ、改造されたんじゃないの、ね、やっぱり。大丈夫？もう大丈夫だよ。心配かけてごめんね。うちも人までは治せんからな。お、この薬を飲んでください。お薬。うわ、なんだこれ、苦すぎる。本当に大丈夫？え、コーランのお薬？やばいよ、怖いよ。急に体が危険もあせ、みるみる傷も塞がるで、その代わり猛烈に眠くなるという副作用もあるけどな。今は何も考えとねえとき、あんたはようやったわ。さあみんな、おがめはうんちはお気に入りからしばらく寝かしとこう。なんかやばい薬飲まされました。うわ怖いよ。なんかコーランは敵なのか味方なのか。ん？何だろう。誰かがそばにいる。額に手が、冷たい手だな。でも心地いい。行ってしまった。あの冷たい手、誰だったんだろう。一体誰だったんだ。また誰か来たようだな。お、少しは元気になったかい。君はいつも元気だな、クリリン。人間元気が1番さ。そして笑顔が2番、飯が3番。いいね。俺もカンナの元気を分けてほしいよ。
子供を命がけで助けた時のあんたはそんな弱気じゃなかったはずだ。あんた度胸だったら誰にも負けないつもり、あ、あたいか、うん、だけどあの瞬間とっさに身を投げ出せたのは隊長あんただけだったんだ。正直言ってちょっと悔しかった。ああ悔しかったんだね。うん、あの時思ったんだ、隊長はやっぱり男だなってさ。悔しいけどなんかいい気持ちなんだ。変だよなあたい、複雑な感じなんだね。お、早いとこ元気になりますよ。それじゃさよならクリリン。クリリン、やっぱりみんなにはかなり心配かけたようだな。ダメだ、また頭が。勝利。おお、マリア、どうしたんだい。ちょっと通りがかったものですから。ありがとう。こちらこそ勝手にお邪魔して申し訳ありません。いや、そんなことないよ。もう自由に入ってくださいな。なぜ飛び出したりしたんですか。え、なぜあの時飛び出したりしたのかとお聞きしてるんです。それは子供が、勝利、これだけは言わせていただきます。今回の戦闘での勝利の負傷は勝利自身の責任です。そればかりが一般一民間人に気を奪われたばかりに敵をみすみす逃がしてしまった。その結果より多くの市民の命が危険にさらされることがあなたにはわからないんですか。それは違う。俺にはあの子供を見殺しにすることはできない。俺たち帝国歌劇団の任務は帝都市民の安全を守ることにあるはず。子供一人助けられなくて何が帝劇だ、何が花組だ、わからないんですか。うん、そのような単、うん、そんな結果を招いたんですよ。民間人一人のために花組の隊長が命をかけるなんてナンセンスです。マリア、言い過ぎだぞ。では仮に子供は助かって代わりに勝利が死んだとしましょう。勝利、あなたはそれで花組隊長としての責任を果たしたと言えますか。うん、戦士として軍人としては正しいのかもしれない。子供を見殺しにするなんて俺にはできない、おっちゃんにもできないね、子供を見殺しにするのはね。もし勝利が死んでしまったらあの時と同じ、どの時と、一時の感情に流されて大局を見失うような指揮官は務まりません。あなたは隊長失格です。申し上げたいことはそれだけです。失礼します。きついね、マリアさん、さすがロシアの人だね。俺は間違っていたのか。俺は間違っていない。いや、そんなことはない。あの時子供を見捨てていたら俺は一生後悔し続けただろう。とにかくもう一度マリアと話し合ってみよう。一体どうしたっていうのさ、マリア、あんたらしくもない。あの場合子供を助けるのは当然だろう。なんで怒ってんのさ。あなたには関係ないのことだわ。それってどういう意味だい。こんなに長い付き合いなのに、あたいに隠し事なんてどういうつもりなんだ。あたいってそんなに信用ないのかよ。クリーニー怒ってるよ。マリアはいつもそうだ。どんな時も他人を頼ろうとしない。
話してくれなきゃ、あたいこの部屋ぶっ壊すぜ。おお、さすがクリリン。ごめんね、カンナ。本当に何でもないのよ。久しぶりに会ったのに、ごめんなさい。こんなマリア嫌いだな。早く元気出さないと一生口聞いてやらないからな。カンナが出てくる。隠れる。いかん、頭が。急に走ったのがまずかったのか。また気を失った。俺は。おお、おがみ、おめえは明日からお払い箱だ。こちらが新しい隊長さんよ。今日からアイリスが隊長だよ。だからお兄ちゃんはもういらない。アイリス大山が隊長、あなたには失望しました。あなたには明日からは神崎家の下働き。ああ、嬉しいねそれね。下働きでもミリさんのお近づきになれるなら。こんなものか、期待して損したよ。早いとこ改造しとけばよかったな。隊長失格ね。隊長失格ですわね。ひどいよみんな。必要ないもん。改造しよう。みんな、みんな。あなたは、涙、マリアが泣いている。なぜ君は、マリア。あれ、ここは。あ、あやめさん、あやめさん。しっかりなさい、大神くん。大神くん、あなた、書庫で倒れてたのよ、覚えてないの？うん。まだ気分が悪い？あ、お薬飲ませてくれたんだね。ありがとうございます。本当にすいません。お世話になりっぱなしでね、本当ね。うん、美人だね。昔から人の世話ばっかりしてる。お世話好きなんだね。どうしてここに？銀座本部に異動になった。ふん。すごくなされていたけど。あ、相談に乗ってくれる。マリアが心配なんです。戦闘で指揮することだけが隊長の仕事ではないのよ。マリアのことが心配なら、彼女の悩みを理解できるように攻撃の努力するべきだわ。ダメでもともとでしょ。うん、お行きなさい。うん、これはマリアの部屋に行くしかないね。マリアいるかい？いないのかい？いるのかい？いないのかい？部屋にはいないの？いそうな場所、テラス。
マリアはどこにいるんだ？サロン？誰もいないか。一階に行ってみよう。大道具部屋行ってみようか。舞台。あ、いたかな。お、すみれさん。お、マリオ見なかったかどうか聞いてみるか。お、お願いがありますの。学ですから私の肩を揉んでくださらないこと。お礼はちょっと。私の願い聞いていただけませんの。はい、わかりました。揉みます。これは大凶ですわね。首の付け根のところを。一体いつまでやらせるつもりだ。もう指がガクガクだよ。ありがとうございました。これで気持ちよく寝られそうですわ。よかったよかった。しっかり道草を食ってしまった。舞台ではないんだね。どこだ？小部屋？舞台裏？舞台？衣装部屋？衣装部屋もいない。楽屋。楽屋もいないね。厨房。食堂は？玄関。お、マリア、待ってくれ。もう私に構わないでください。マリア、俺の話も聞いてくれ。お話しすることは何もありません。マリア、待つんだ。ふはははははは。この声は。帝国歌劇団橘マリア、ロシア革命の闘士、あるいはクワッサリーとでも呼んだ方がよろしいかな。革命の闘士クワッサリー、一体何のことだ。貴様の正体、我がクロノス会が見破ったり。正義を守る帝都の戦士とは仮の姿。何？してその真実は冷酷無比な鬼畜よ。鬼畜、鬼畜の所存。貴様の素性を仲間に知られたくなくば、今すぐ姿を見せよ。
なんて卑怯な。マリアに一体何が。あれは一体。お、もし行くのなら俺もついていくぞ。では少尉失礼します。それにしても今のは一体、クワッサリとかロシア革命の当主とか一体どういうことなんだろう。やはり俺には何も話してくれないのか。隊の状況は、カンナがいい感じですね。あ、スミレのご機嫌治ったね。マリアご機嫌斜め。さあというわけで、ちょっとそろそろいい時間となりましたのでね、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。マリアもね、なんかいろいろいろんな過去がありそうな感じで、今後それが明らかになってくると思うんでね、ちょっと楽しみなんで、まあ、もしまた時間がある方いらっしゃいましたら、ぜひとも遊びに来ていただければと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。ではでは。